上田駅。上田駅は、長野県上田支店寺に一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、品野鉄道、上田電鉄の駅である。JR 東日本の北陸新幹線、品野鉄道の品野鉄道線、上田電鉄の別所線の3路線が乗り入れている。そのうち別所線は当駅が起点となっている。 事務官コードは51203を使用している。地上1階に JR 東日本新幹線の出海札があり、地上2階の南北自由通路を兼ねた、京城駅舎に品野鉄道と上田電鉄の出海札がある。市街地側の北口は、お城口、別所温泉側の南口は、温泉口と呼ばれる。お城口は蔵をイメージしたデザインとなっており、夜には、 上田市ゆかりの真田家の家門6分線が間接照明で称される。お白口下部の黒い生小壁は,は当初モルタル仕上げとする予定であったが市民から1億5000万円の寄付金が集まり黒、見陰石を貼り合わせたものとなった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。北陸新幹線の軽井沢駅長野駅間における唯一の高架駅である。 対比線がないため可動式安全策を装備している。当初計画では、島式2面4線とする案もあったが、開業後の需要予測から軽井沢と長野の対比設備で対応可能と判断され、現在の相対式2面2線となった。終日社員配置駅で自動改札機、モバイルスイカ用、リーダーライタ付属が設置されている。乗車券類は、緑の窓口、 営業時間5時40分22時、緑の窓口内指定席券売機、同駅ネット券売機、緑の窓口横タッチパネル式自動券売機で購入することができる。ホームに向かうエレベーター、エスカレーターが設置されている。2007年3月18日からの JR 東日本新幹線特急列車禁煙化に伴い、ホーム上に喫煙ルームが設けられた。 駅構内に待合室、自動対外式所再動機、AED がある。トイレは改札内にある。改札外では、駅の自由通路か、お城口、温泉口のトイレが利用できる。出店、JR 東日本、駅構内図、相対式ホーム、下り本線と、島式ホーム、中線と、上り本線の2面3線を持つ、地上駅。相対式ホームは、 北陸新幹線建設に合わせて新設されたものであり、島式ホームはかつての下り本線と抽選ホームであるので、両社は高さや構造が違っていたが、島式ホームはかさ上げ工事を行い、同一の高さとなった終日社員配置駅。乗車券類は出発窓口、営業時間5時40分22時、ポス端末設置。 窓口横自動券売機で購入できる。また、窓口横には、品の鉄道関連グッズなどを販売するコーナー、売店があり、環状は窓口にて取り扱う。駅構内に、待合室、コインロッカー、真田幸雪村グッズなどの土産コーナー、環状は窓口にて取り扱い、無人新聞スタンドがある。トイレは改札内のみ。年月日より、 1.2番線ホーム、3番線ホームに向かうエレベーターが使用を開始した。2019年2月28日に、本改札の隣のコンコースに、セブンイレブンシナの鉄道電駅店がオープンした。新幹線工事の際、JR 新越本線時代に線路が、全体的に南側に移転となりその際、1番線が、かつての2番線、2番線が、かつての3番線、 3番線は留置線を転用する形で新設された。発車メロディは東洋メディアリンクスで新越本線時代からの発車メロディをそのまま利用している。1番線がウォータークラウン、2番線がゴタデルベアヌ、3番線がシエロエストレラード。なお、以前は全ホームでウォータークラウンの短縮版を使用していた。ただし、 ワンマン運転の場合は発車メロディは取り扱わず、発車ベルが用いられる。上り本線は1番線、下り本線は3番線であり、通常はこの2線が使用されている。2番線は長野方面への折り返し始発列車のみ使用している。短式ホーム1面1線を有する高架駅。新幹線開業後の百九十八年三月十九日に地上駅から、 高架駅になった。終日駅員配置駅。出札窓口、自動券売機、2機、待合室がある。出札窓口は切符売り場と定期券売り場で分かれており、切符売り場では企画、記念乗車券や上田電鉄グッズのほか、貢献乗車券の販売も行っていい。定期券売り場では、別所線の定期券に加え、上田バスの定期券、回数券の取り扱いも行っている。 以前は切符売り場、定期券売り場ともに、始発から終電まで営業していたが2018年8月1日より、定券売り場は平日は7時30分20時、土日祝日は8時から17時までの営業となった。改札工場部にて、沿線観光案内映像を流している。また改札内にトイレがある。駅番号は BE01。は JR。 荒ラワの鉄道のホームと同一にホームがあり、連絡橋を渡る形で乗り換えができたが、1998年3月29日に降架化され、ホームは長野川、別所線、下り側に移動している。また構内には別所線の車両基地、留置線もあったが、降架化に伴い車両基地機能は下野郷駅構内に統合されている。降下化後は留置線。 側線を持たない防線駅となっており、車両の留置はできない。ホームの壁にはかつて別所線において運用されていた丸窓電車の丸窓をモチーフにした円形の羽目殺し窓が配されている。高架化以来、待合室に隣接して小木野や上田駅売店があり、立ち食いそばと峠の釜飯の販売を行っていたが、2013年2月28日をもって閉店した。 小木のや売店があったスペースには、コインロッカーと、上田電鉄のイメージキャラクターをデザインした自動販売機が設置された。また、駅事務室に隣接して、上田交通不動産情報コーナーがあったがの後、閉鎖され、2015年9月11日に、同コーナー後に、地酒立ち飲み焼き鳥店、焼き鳥番長が開店したほか、新たに自動販売機コーナーも設けられた。 高架化以前の旧駅敷地は、上田交通経営の駐車場となっている。1927年、昭和2年11月20日に、現在の上田駅の高架した、タリーズコーヒーや、唐揚げセンターが出展している付近に、通称、北東上田駅が設置されていた。完成時には、丸屋根の車庫を備え、2面のうち1面を、留置せみよう、 もう一面を乗降車用としたホームを持っていた。さらにホームの先には留置線が配置され、電車区と貨物駅を兼ねた構造だった。新越本線と川西上田駅との連絡は、東京方面が校舎後そのまま歩いて連絡。長野、松本、直越、別所温泉、青木、西丸子方面は連絡橋を渡る仕組みに行っていて、便利であった。1953年に、 上田マリコ電鉄の本社ビルが完成すると、本社側にもホームが完成しに面2線となり、1955年8月には電鉄上田駅としてリニューアル。別所線、西マリコ線の切符も販売し、改札も独自のものを使うようになった。また本社前には、東急バスの渋谷駅行きと急バスが停車し、結構賑わっていたという。駅の廃止後は、 広い構内に東急院が建設され、線路時期は駅レンタカーの営業所に転用されたが、新幹線の上田駅が建設されて、現在の形となった。現在でも河川柱の跡が残っており、当時を忍ばせる貴重な遺構となっている。近年の推移は以下の通りである。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。